声高すぎて声が高すぎて飛んでいったんよ今空に飛んでいってた。ライダスのカゴ見つけた。どこにあった？これどこ？どこ？屋上から下？上に出たら上に出たらあるんやけど、あるんやけどな。うん。私ら散々通ってるくない？それだってでも。だってトレーンとこにあるもん。いやらしい。もふか今どこにおるん？行くわ。今牧場におる。見て右。あれカゴだ。あれカゴやろ。それどうやって行くんだ。わからん。これどこ？下よ。だってこれバス通るとこじゃない？普通に。うん、バスのところから抜けれる？ワンちゃん。バス停から。あ、だって水あげてないやん猫。ごめん。お腹すかしてるやろ。ごめんな。知らんけど。お腹すかしてるやろで、ね、水しか入れない。だって水しかやらんでいいって聞いたから。なんか始まった、ね。何どこでよ。黒い人が。どこでよ。黒い人走ってったわ。何それ怪しい。行きたくない。何黒い人って。って言ってる。いいやけど、モンスターって何それ？ライダスじゃん。あ、ほんまや、黒い人や。見つかったって言ってる。いけた、いけた、モフちゃんここ。ちょっと待って、今黒い人が走ってってるから。なんやねん、このイベント。これで終わりけ。やっぱバス停の左からブヨンって抜けれた？抜けれた。やっぱりか。いや、でもどうせあいつくれんってもろ。まあ、持ってったろか。かわいそうし。もうベリーの季節終わってもんて。ほんまやなぁ。ほんまやぁ、ごめん。取れた。これさ、船にならな見つけられんかったんじゃん。あ、ええ嘘やろ。これどこまで、え嘘。あ、待って。あ、なんか、あー、規制みたいなかかってるわ。誰も村から出せない。閉鎖されとるこの村、怖すぎんか。入るのに多分なんか確認取られるタイプの村やこれ。お前事故起きてる。誰か突っ込んではんな。完全に突っ込んではんな。危な。ベリー終わったけど、おらんぞ。おい。クロックパス。どこは？入ってあげようか。あります。ほら。またおらへん。あ、じゃあほらあれや。お風呂見てるわ。二人カゴ持って。金くれんけお前。え、ないやん。え、ほんまや。ありがとう。感謝の気持ちだけや。え、でも牛乳はいかんの。刺身あげとこ。やらないよ。早くなったらタダで助けてくれるかもしれない。汚い考えやで。セバスちゃん、セバスちゃん今日も刺身あげる。セバスちゃん、セバスちゃん待って、セバスちゃん、セバスちゃん。へい。すごい、かわいいね。やんでる。ナマコが右から左に地面に移動してる。なんだこいつ。そこの土きれいにしてん。砂についた微生物食いよって。なんだあれ。なんであんな飾られてんのやろ、家に。かわいいやん。邪魔でしかないやろ。結婚したら絶対どけるからな、あれ。結婚する前に売り払うわ。もう一回しかないやろ。なんでよ。お前、嫌 やろがよ。彼女の部屋にナマコ。彼女の部屋にナマコ。どういう気持ちになるんよ。いや、でも、それのためにせっせと水替えしてるとかって考えると結構あるよな。ほっこりする。するするする。マジで複雑な気持ちになる。なんでナマコなんて言ってしまうわ、多分私。これってナマコだよね、これね。ねそう確認から入る。これな、これな、何ってなる。イベント始まりました。はい、気持ちやん。大工屋さんで、セバスチャンのイベントっぽいわ、これ。そんな仲良くなってたっけ？記憶に。バイクいじってますね。へぇ。何してんのって感じや。はぁって言ってる私。
俺のバイク前に見せたことなかったか。そうか、きっと俺の思い違いだな。見たことも聞いたこともないバイクに乗ってるって初めて見たんですけど。誰と勘違いしてるんですかね、この男は。やめて。時々日が暮れた後にスタデューバレーから離れたところまで遠乗りするんだ。へえ、そうなんや。こっちやっぱ夜しかあれだな、活動してないよな。かすかに光る街明かりに向かって伸びる誰もいない。なにこいつ、詩人や。十分に金が貯まったら一人で遠くまで行きたいんだ。ズズシティよりももっと遠くへ。バイクと好み一つだけでさ。ズズシティ、初めて聞いたんやけど。オイル交換してたんや。自分でできるのすごいな。出てきた。お前ならいつかバイクに乗せてやってもいいかもらえって。乗らして、ぜひ後ろに。よし。よしだけかい。もっとなんかないんかい。今から行くとかさ。よし。よしだけ。今から。そこまでではないな。今から涼しって言ったらいいじゃないの。夜しかあかんねやろな、多分。日に当たったら溶けてまうんやろな、あいつ。今イベント始まった。え、なの。リアちゃんのお家に入れたんよ。ナイス、リアちゃん。狙ってた子や。ナイス。そうそう、なんか、うんこみたいな蝶。そのままの毛が好きだなとか。あー、最後ね、猫撫で声で、ねえ、キスしていい？違う。あれ？人間と同じだねが一番いいのかと思ったんだけどさ、うん、すごい変な顔されて、何？うん、その通りよ。引きつってんねんけど。え、ほら、何が良かった？そのままの方がいいって否定した方が良かった？ねえ、難しく、え、もしかしてキスを望んでた？お望みでした。お望みでした、もしかして。リボンついてんのに今。おでこのリボンが当たっちゃうかもしれない。ヘッドに近づいたら。リアちゃん難しそう。もう、キス細かっ。え、粉雪や。だって、アメシストが、クリントって誰？カズヤさん。カジヤさんがエミリーに石をプレゼントしたい。アメシストが好きやから、俺からだって言って渡してくれないか。来たね。来たね。これは、エミリーに石を渡しに行ったらいいってこと？あ、アメシストあります？どれ？2個いる。あ、ある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 、ちょっと、あるわ。まあ、これ後ではとりあえず石や。そんなに。あ、エミリーちゃんってあれやんな。青い髪の女の子やんな。クリントさん好きなんや。年齢違いすぎんか思ったけど、まあ確かに好きそうではあるよね。うん、なんかちょっと黒いからさ。そういうことじゃないよ。祭りの時とかなんか好意的やったなっていう印象はあるんよ。確かにそれは結構覚えてないけど。そういう、違う違う、そういうことじゃなかったんよ。びっくりしてたから今。憧れてんのかなーって。そういうことじゃない。クリント来てない、来てないわ。いい、あ、はい、このストーン大好きなの。誰からでもいいよ。それにしてもすごく素敵。キスしてあげるね。やべえなこの女。しかも今クリント来たし。衝撃のシーンよ。あげたよーって言えるんかな、これ。
あんたやることはないのかって言われた。報酬とかないんや。チューが報酬ってこと？お金もらってないよな、だって。でもエミリーの好感度上がってんじゃん。あ、まあそっか。見てないけど。クリントの好感度も一応上がってんじゃん、モッコ以外。なんで？モッコは見られてしまったから。いや、ギリセーフ。私と後に入ってきたからギリセーフやと思う。あー、ほんま。いや、自分で渡し物は渡さなあかんよな、プレゼント。プレゼントなんか特にそうやろ。人に任せたら絶対あかんで。それはクリントが悪いわ。知らないから。だからあいつバー通ってんか。なるほどやな。あー、そういうことか。あんま似合わんなと思ってたよな、バー。おっさんかなと思ってたんやけどな。意外と若いんかな。若いかもしれんね。おっさんやから通ってるもんやと思ってたんやけど。天気でも関係、あ、氷祭りやって、明日。へぇー、明日な、9時から2時まで。今日、あれ、雑貨屋の奥さん、誕生日です。はい、わかりました。え、なんか来た！雑貨屋や、ピエールや。来年もうちの店から種を仕入れてくれれば、大豊作を約束しますよ。それで今日はね、あなたがワクワクするようなニュースをお聞かせしたくて。うん。来年から新しい作物の種を品揃え、あ、種の種類が増えたな。季節ごとに1種類増やしていきますやって。へぇー。それだけやった。バイバイ。店行ったらわかるやん。なんやねん。例の店の種なんて楽してみる価値ないですよ。え？あれや、ジョジャマートの話。ピール商店の種は最高品質ですからね、保証しますよ、やって。でもその、お互い貶めるスタイルやめろ。もう、やめよ。え、町長から金もろうたよ。君がいろいろと手を貸してくれていると町のみんなから聞いてる。みんな君にとても感謝しているようだ。そういうわけで今月の愛すべきご近所参照は君に送ろう。賞金500ゴールド。ですって。そんなあるよ。あ、ロビンさん。設計図、新しい箱の設計図。まだあるわ。明日、マーニーの家に集まって、アイスフェスティバルやって、下やな。オッケー。うわぁ、これ人魚みたいな。ほんまに、雪像祭りやん。釣り大会？釣り大会がある。聞いてないんですけど。釣りんかな。美しいって言ってるな。これ、なんやお前。お前やん。え、犯人そっくりやん。髪の毛ちょっとだけ生えてるやん。ちょっ似てる似てる。見張り台掘ってる。みんなこれ自分らで作ったってこと？これリアちゃんが作った。そうめっちゃうまいやん。めっちゃうまい。またそんなこと言うて。ジョージと初めて会った時のこと。雪玉あるんちゃうこれ。え、でも釣り大会言うてるで。え、ピザ祭り。ピザ入れへん。入られへんのか。そうやな、綺麗やな。足跡つくんだな、いいよ、ここ。そうやな。入られへんな。なんかいらっしゃいますよ。かかし売ってるで。かわいい、これ。かかし。氷の夢。結構この、ツリー欲しい。テーブルとかもかわいい。いやー、それは、ダメ。無駄遣い。これはダメ。お前の家狭いから絶対入らんて。諦めな。しって言ってどっか行った。レアかかしは多分あると思う。釣り大会やな。釣り大会やな。風邪一回も引いたことないんやって。ほんまや、これほら、ワカサギ釣りそうや。怖いな。楽しそう。でっかいのがいたよ、やって怖い。怖い怖い。やめて。料理ないん、確かに寂しい。寂しい。ガスの、食べたい。食べたい。ガスの料理めっちゃうまそうやもんな。な。何？あ、そうなん。入れたってほな、家に。外出さんかっていいと思う。あ、ベストを尽くすよ。尽くすよ。その心意気だ。このおじちゃん結構好き。かわいい。あ、行かれへんのちゃう、これ。気に入ってきた。あ、そういうことか。なんか服ボロボロやし、かわいくない。また出た、このいつら。雪だるま。かわいい、雪だるま。こいつらいつもやな、お前。服上着ろ。パムや。パムどこ行くんや。
私が優勝してやるから。ハム結構祭り好きやな。確かにな。あすごい顔してる。すごい顔してるな。クズ設定な、意外と若いんかもしらんな。25、6。そうやな。ひげ生やしてるだけで。そうなんか。作り直した方がいいって。めちゃめちゃディスってるやん。人参の分かわいいなぁ。あ、なにこれ、どんな雪だるまを作ればいいと思う？に、普通のんが好きやな。そうそう。普通のんがいい。この子が。雪だるまなんてつまらない。常識なんて壊しちゃおう。うわ。それは言えんわ。犯人ねんけど。人参の花つけようってこの子が言ってたからな。私、ファンキーなやつにした。ファンキーにしたんや。この雪だるま可愛いやん。まるちゃんの雪だるま。可愛い。スノーギャングいい。いいよー、スノーギャング。いいな、これめっちゃくちゃいい。アビニールめっちゃ好きなんやけど、やっぱり。みんな感覚なくなった。アビニールとも結婚できるよ。あ、めっちゃ好きやわ、この子。スノーギャング。めっちゃええやん。めっちゃいい、これ。いい。オラフ感すごいけど。もう全員これで。全員っぽいな。蝶々話しかけるか。そっか。氷まぜよ。なんかさ、魚を離してあるんやって。へぇ、なんかいいのそれ。釣ろうか。やりまーす。ねえ、ちょっとなんか。ね。違うやんってなっちゃう。自然じゃないんや。なっちゃうよね。文句しか言わへん。はい、しましょう。はい。釣り竿は？お前頭でっかいな、犯人。こうやって見たら。うん、アフロやから。2分 !2 分で、たくさん釣ったら優勝。穴から。足上の穴行こう。うん、わし、右上。はじめ！そう！え、難しい。入らん。入らん。風やろ？風や。え、でも、でかいやつがおるらしいから、そいつはさ、10ポイントとかないんかな。ないんじゃん。いいんかな。難しい。結構、キワキワや。全然釣れへんし。あ、来た。あ、カムが釣ってる。もうとかはカウントに入る。入らへんな。入らんのか。お前の頭で見え邪魔でしかないんよな。ちょっとこの選手妨害してくるんですけど。え、ないです。アフロは、アフロは反則じゃありません。浮きが見えないんですけど。めちゃめちゃうざい。場所取りが。そんな離れて釣る普通。みんな見てた方がいい。いやいやいや、CD 釣ってますやん。食べた方が、CD 釣ってますやん。さっきからゴミばっかりですやん。ほら、自分だけやで、その近さでやってんの。遠すぎるやろ。みんなめっちゃ見てる。うわ、微妙ー。あー、ダメやー。何匹やろう？ 5 匹ぐらいかな。もう釣れすぎた。もうばっかりやった。気合い入れてたのに、あんなに。CD とモード。たくさん釣れたな。よかった。匂いが。匂いが。魚嫌いなんやな。うん。優勝者は？優勝者は？誰？あれ？やったー！言い方悪っ！言い方悪っ！もっとなんか、ちゃんとおめでとうって言って。商品何でしょうかね？え？何でしょうかね？セーラー帽。ドレススピナー。魚の注意を引きつけるやって。へぇー。え、そうなの？返し針。セットすると釣り場が魚にくっついて泳ぐようになる。マグネット、お宝の見つかる確率が上がる。これ、釣り具でつけて使うやつか。そうやん。セーラー帽、かぶろう。買わずに済んだ。でも、使い切りでしょう、あれ。いや、違うやろ。何回か使える。かわいそうな魚たちを話してあげよう。
うん。なんか悪いことしたな。なんかちょっと命をもてあそんでるな、この祭りはな。ちょっとな。すごい、優勝したなんて信じられない。さてと家に帰ろう。帰ろう。帰ってきた。セーラー帽かぶってよ。あ、どうてかぶれたっけ、これ。お花気に入ってんのにな。あ、あ、髪が降りた。かわいいくらい。ほんまやな、二つくくりみたいになった。これあげるわ。パパ、お花の方が好きや。なんでもかんでもハイにお下がりいらん。ハイニーの方が似合う気する。これ入れといてあげたから使いいんだ。そう